まい。やっぱりスペシャルは違うな。いつも飲んどるブラックとはやっぱり一味違ってうまい。はい、ということで、久しぶりにね、今日はちょっと我が家のホームバーでね飲んどりますけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。もちろんね、チンゲン菜もあてにね、母ちゃんがちゃちゃっと作ってくれたこのチンゲン菜とひき肉と玉ねぎかな。味付けはこれは何かな、あの香味なんとかいう、あの中華ペーストのあれでね、もうちゃちゃっとすぐ簡単できますんで、すごく簡単にできるんでね、ぜひ皆さんもやってみてくださいということで、まあそれはさておき、さっきからこの牛の方にねいろいろ気になるものが並んでると思うんですが、これはまあ、 あの昨日ですね、まあ、僕の以前の会社の先輩が、あの仕事帰りにちょっと寄ってくれてですね、あの、まあ、今回の水害に対してね、あのお見舞いじゃあいうことで、あのいただきました。僕はその先輩もあのいつも YouTube 見てくれとって、僕がそのブラックのどるの分かっとるんでしょうね。なのでブラックのスペシャルとで、こっちはアイリッシュウイスキーということでね、これもモルトだと思うんですけど、僕が好きそうなやつをね。で問題はこれですよ。これ見てください。はい、日清のカップラーメンセットとこれどうですか。カップヌードルソーダ、シーフードソーダ、カレーソーダ、チリトマトソーダと、こっちはうまい棒のやっぱりそのねカップヌードル味のあれなんで、これ実はあの僕も知っとったんですけども、あの日清の50周年記念限定発売ということで、まあ、こっちは通常でもあると思うんですけども、これはどうなんかな、これは50周年記念か。でもこれも僕初めて見るんですけど、何よりもこっちですよ、気になるのはこれたちね。で僕は実はこういうのが集めるのが大好きで、ああいったあの辺にも見えますけど、コカ・コーラの瓶ですとかね、こういったコカ・コーラのグッズですとかで、この日清のカップヌードルのやつもね、昔ミレニアム2000年の時にカンカンにこのカップヌードルがさらにカンカンに入れてあって、50年後も食べれます、100年後じゃったかな、まあ、何十年後でも食べれます的なものが限定発売されて、それも買って持っとったんですけど、ちょっと今、前の家にあるかな、ちょっと今度掘り出して見てみますけども、それはそれでね、まあ、でもなんか結局その缶に不具合があったとして、賞味期限過ぎたら食べれませんいうふうになんか後で何年か経ってから告知されてましたけどね。で今回はこれですよね、このカップヌードル味のソーダということで、めちゃめちゃ気になりますよね。でこれね、もうこのセット、この限定、このお酒は別ですよ、このうまい棒とこれとこのセット、これ限定の日清のサイトで限定セットで、もう売り切れでありません。なので食べるのがね、もうこういうのコレクターの僕としては食べたり飲んだりするのがもったいないと思うんですけども、非常に悩ましいんですよね。まあ、でもこれもうね、実はちょっと飲んでみようかなと思って冷蔵庫で冷やしておったんですけども、いや悩むな、これでもね数年後価値出そうなんで取っときたいですけども、いや先輩も僕がこういうの好きそうなの知っとってね、嬉しい
お見舞いいただきましたけども、ありがとうございます、いつもいつもね。はい、ということで、まあでもね、こういうものはやっぱり飲んでみんとね、あの皆さんにこう缶のデザインだけ見てもらってもあれなんで、ここはもう腹をくくってもったいないですが、全種類飲んでみようと思います。はい、ということでね、ちょっと、ね、もう腹をくくってね、もったいないですが、全種類飲んでみようと思います。で、やっぱりね、こううまいかどうか微妙な感じがすると思うんですけど、こういうものはやっぱり2人で味わった方がいいのでね、ちょっと母ちゃん呼びますね。母ちゃん、母ちゃん、ちょっとちょっとちょっと来てよ。いらっしゃいませ。どうぞこちらへ。どうした、父ちゃん。座ってください。はい、ということで母ちゃん、これね、昨日先輩がくれたやつ。すごい、ボンさん、ありがとうございます。そう、先輩はね、通称ボンさんということになってますね。まあ僕らしかわからんと思うんだけど、ボンさんね、先輩。なんか変わったもん、食べ物ね。そう、変わったもん、これわしがこういうの好きじゃん、集めたり。コレクションするのが、それよう知っとるよ、ボンさんよう知っとるんよ。だけそう、ユニークね。そうそうそう、くれるんじゃけど、これもね、だけど本当はこれも飲まずにこのまんまこうね、コレクションしておきたいんだけど、ここはやっぱり YouTube チャンネルということで、じゃあ練習するね。どんな味か飲んでみないけんじゃろうということでね、まあ先輩もね、こう取っててほしいと思うか飲んでほしいと思うか、そこはもうわしに任せるよということだろうと思うんで、ここはちょっと母ちゃんと飲んでみたいと思います。でもまあ、沿いだったらは許してね、素直言わ、そうそう、素直にね。一応味としてはこれスタンダードのカップラーメン、これカップラーメン、これですね、これのカップヌードルソーダ、カップヌードルソーダということで、それとこれがこれか、トマト、トマトヌードルのトマトチリソーダで、こっちがカレーね、カレーヌードルのカレーソーダ、カレーソーダってどうなんね、これ母ちゃん大好きシーフード、シーフードヌードルのシーフードソーダということでね、これね50周年もうリミテッド限定じゃけね、もうないよ顔もでも。もうまあアマゾンでまだちょっと残っとるかもしれんけど、あのこの日清のサイトではもう売り切れ、ソールドアウト。じゃけほんまに飲むのもったいないんだけど。すごいね、ボンさん。なんか飲むが。ほんまもったいないんだけど。しかももったいなくてまずかったらもっともったいないんだけど、まあ一つここはちょっと勇気を振り絞っていきますよ、母ちゃん。最初はやっぱこのスタンダードカップヌードルからいかなきゃいけんやろね。いきますよ。開けちゃったー、もったいな。あ、ちょっと香り、匂いして、これカップヌードルの匂いだ、本当だ。これがソーダになってて、まず色はこんな感じです。うわー、スープじゃ、スープ、スープの色じゃね。ちょっとどっちが飲むか、じゃ先に、ええ、わしが先飲んでめ、どうぞどうぞ。いやいや、母ちゃんどうぞどうぞ。じゃあちょっとお先にいただきます、先輩いただきます。もう匂いはね、ほんまこのカップの胡椒の匂いがする。はは、なるほど。あ、何のはは、何ドキドキしよう。いやいや、まずいってことはない。あ、でも、あ、ちゃんとね、このカップヌードルのスープのこう感じが残りつつ、ちゃんとソーダ、おい、うん、美味しいっちゃ美味しい。飲んでみて。はいはいはい。ね、わかるじゃろ。
ね、カップじゃけなんかまずいってことはないよね、うん、ねえ、まあ、うん、ジュースの、うん、ジュースじゃけど、この匂い香りはカップヌードルの匂いが来るという、はい、ということですごいね、すごいね、50周年記念日清さん、こういうね、こう遊び心があるメーカーっていうのは僕大好きですよ、ほんまこううまく、うん、うまくマーケティングできとるなっていう感じしますけども、じゃあ次はまあスタンダードでいけば、まあ順番で言ったらこうかな、僕らの子供の頃はこの普通のカップヌードルかもうカレー味しかなかったですからね、このカレー、甘さが入ってるね、これね、ちょっと、うん、ほんのり甘みもあってサイダーって感じよね。じゃあ次はこのカップヌードルカレー味のカレーソーダいってみますよ。開けるよ、もったいないけど、もう開けちゃった。さあ、まあ色はまあカレーの色じゃろうね、そりゃね。あ、色はでもちょっと、あ、これなんかコーラ仕立てになっとる、ここ書いてある、カレーのスパイスが香るコーラって書いてあるね、コーラの色です、はい、ね、じゃあお先にいただきますよ。ああ、香りはね、ほんまカレーヌードルの匂い。ああ、これもちゃんとカレーヌードルのテイストを残しつつ、ちゃんとコーラじゃ、すごいなこれね、匂いはカレーヌードルよ。これこれこれ、モンさん、これすごいな、ねえ、これもだけちゃんとカレーヌードルの、うん、コーラの味とカレーヌードルとで、うわ、まず、何これ、飲めんわってことじゃないよ、ちゃんと飲める、はい、ということで続きまして、母ちゃん大好きなシーフード、フィリピンの人ってシーフード大好きよね、シーフードヌードル、あのあのフィリピンに行くときに空港によると、このシーフードヌードルをボックスでお土産でいっぱい持ってる人がおるんだけど、それ見たら、あ、だいたいフィリピン行くんじゃないって分かる感じ、はい、いうことでね、母ちゃん大好きなシーフード行ってみたいと思いますが、これはここ書いてあるね、さっきのカレーはコーラじゃったやろ、一番最初のはそういえば、あ、ジンジャーエール、カップヌードル風味のジンジャーエールね、一番最初で、次はカレーのコーラで、これはシーフードの旨味の効いたクリームソーダだって、クリームソーダ、さあどんな感じになるかちょっと行ってみますよ。クリームソーダ、カルピスみたい、そうそう、まあまあそんな感じよね、カルピスのソーダみたいな、クリームソーダ、ちょっとこれこれこれ、そうそうそう、クリームソーダの色ですね。ああ、でも香りはほんまちゃんとシーフードヌードルの、ね、いただきます。うわー、なるほど、クリームにシーフードだけ、こうちょっとシチューのような、あ、でもこれもそう、ちゃんと飲めるね。これちょっと微妙じゃね、もうなんかシチューを溶かして飲みおるような、まあでもこれも飲めんことはないかな、すごいね、香りと味が合ってるね、うん、合っとる合っとる合っとるし、逆、うん、合っとるし合ってないというか、意外というかね、うん、そうそう、じゃあ最後にこのこれか、トマトチリヌードルのこれいってみます。これわしこっち食べたことないんだけど、母ちゃん食べたことある、これ わしもない、これ自体ね。で、これ の飲み物はと言いますと、ピリッと辛いだけど甘いトマトソーダ、トマトソーダらしいよ、はい、じゃあ行ってみましょう、最後です。どんな感じかな、
トマトじゃき赤いんだろうね、これはね。トマトジュースの色もね合ってる。あー言うても、まあそのスープの匂いするけど、まあわしこれ食べたことがないんでね、ちょっと分からんけど、あの初めて。でもチリちょっと辛いんかな、でも甘いって書いてある。トマトソーダ、うん、トマトソーダいただきます。ああそういうことか。ああ分かる分かる、辛くはないな。トマトスープの、うん、トマトスープの感じ。1,2の3指をこう置いてや、それのどれかにこうわしも一緒にベッドに行け。バトルで、そうそう、ボトルで、ボトルでいきますよ。ワン、ツー、スリー、はい。母ちゃんやっぱりそれなんじゃ。わしやっぱりこれが一番飲みやすかったね。母ちゃんこれ好きじゃった。おお、もう一個はどれじゃった。うわー割れた。わしこれとこれ、わしも2つじゃった、これとこれだった。はい、じゃあね、とちゃん。そう、それ母ちゃんにじゃあ。合わないよね。はい、はい、ということで、母ちゃんと意見を真っ二つに言われましたが、あとこれもね、まああるんだけど、うまい棒は、まあ、大体ね、想像がつくんで、これを食べながらね、美味しいお酒を飲もうと思いますので、先輩ありがとうございました。ということでね、今日はこの日清の50周年記念グッズといいますか、まあ面白ジュースといいますか、変わり種のこういったね面白い飲み物を飲んでみて、どうですか、母ちゃん。嬉しい、この経験できて、うん、本当にありがとうね、ボンさん。はいはい、ほんまいろんな、あの今回のことでね、いろんな人に声かけてもらったり、いろんなお見舞いももらったりね、こうやって前の会社の先輩もほんま僕が好きそうなものを送ってくれて、そうそうそう、本当にありがとうございます。いつも応援してくれて、そうそう、ありがとうございます。はい、ということで、ほんま皆さんの応援でね支えられておりますし、そのおかげでなんと今日今の時点であと20-30人切ったよ、4000まで、4000人まで、皆さん、これ4000人もう間近で、しかも10月1日でこの YouTube チャンネル始めて、毎日配信始めて満ちょうど2年、その時とそれまでに4000人達成したらいいね。はい、ということで、その達成した暁にはあの記念ライブやりますので、ぜひ皆さんね、その時には覗いてみてください。皆さんと乾杯しましょう。はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。それでは皆さん、また明日、ハッピー新年祭。これ美味しかった。私はこれじゃな。